さあ、このオカリナについてね、このコンサートは10年くらいやってるんだけど、結構オカリナやってんだよっていう人がいるね。まあ流行ってる。そりゃ宗次郎さんがあれだけ活躍したからね、オカリナのことはみんな知ってる。だけど意外とこのよく聞くんですよ。いや、オカリナのこと初めて聞いたよ、ね、いいね。ほんとこんなおもちゃがね、素晴らしいです。じゃあね、お客さんもね、お家帰ってからね、楽器屋さん行ってオカリナ買って始められるようにね、1分でわかるオカリナ講座、これお土産話にね、さて、まずはさっきやったように吹けば音が出る。笛がついてる。いいよね。それで指だけ、指全部に穴があります、裏もあります。こうやって持ちます。これこの感じはほら縦笛リコーダーと同じだね。斜めになってるだけね。いきますよ。ドレミファソラシドの形はこんなになってます。こんなこと言ったらね、メモしよう。メモなんかしなくていい。ぼやっと見てたらわかるから、え、そんな簡単だろう、早く言えよみたいなそんな感じ。いきますよ。順番になってるもんね。でしょ。もう誰でもできるね、本当に。だからさっき言ったのふるさとなんかもね、だいたい1日2日3日だいたいできるから、ふるさとが1曲吹けたらね、ぜひ老人ホームに行ってあげてください。もう涙浮かべて来てくれるから。私本当びっくりしたんだから、ね、なんでねえ、まあよかったなと思ってね。それでオカリナの教室があちこちにあると思います、ぜひ行ってみたらいいです。それでね、優しい先生にね、要するに褒めてくれる、嘘でもいいから褒めてくれる先生に出会わなかったら、私の教室においでください私の教室ね、入会金も何もないです。1回来たら1500円ね、いいですよ。もう月曜日から土曜日までこの金でずーっとやってるからね、ぜひおいでくださいね。1500円だからちょっと飛行機代かかるからねまだ来た人いないけどね、さすがにね。まあだからそれ考えたらね、YouTube でお伝えすることもできるなと思ってるんだよ。だからふるさとなんかもね、指がちゃんと見えるように、まあ何せ指の使い方、息の使い方、これ息の使い方大事だね。私肺活量すごいと思ってるでしょ。全然大したことないです。タバコも長年吸ってきました。もうだいぶ肺は肺気臭でだいぶもう死にかけてます本当に。だけどね、本当燃費がいいですね。スポーツカー、昔のスポーツカーがリッター10キロ走らない、リッター5キロだからね。ロータリーエンジンなんかリッター3、4キロしか走らない。ところが今プリウスなんか乗ったりしたら20キロ以上走るね。その燃費がいいわけですよね。まあそんなことでオカリナ、こんなおもちゃがすごく素敵なんですよ。あ、そうそう、一つだけちょっと注意。お店でオカリナ買うときにね、高いものは決して買う必要はないんだけども、音痴です。めちゃくちゃ音痴です。一つの考え方としては、くじ引きだと思って買う。ね、はい、買ってきました。いや、今回外れた。もう一個ちょうだい。ね、3個ぐらい買ったら、大体使えるかな。運が悪ければ5個ぐらい買わなきゃいけないかも。しかしそんな話、なんでと思うでしょ。だからそうじゃなくて、こうやって言うの、お店の方にね、お店にも在庫がいくつかありますね。その中で音程のしっかりしたものを選んでいただけませんかっていうね。なんでって言われたら、田村まさかに言われてきてますってね。いいですから、全部私のせいにしてください。人生の極意はですね、忍法人のせい、ね、忍法人のせいですよ、ね、自分のせいじゃありませんね、政治家なんか見てたらよくわかるでしょ。忍法人のせいすげえなと思いますけどね。まあそういうわけでね、オカリナ、それでね、ちょっと宣伝になりますけど、私が教室で、こうやってやってます。このオカリナ1万円、同じオカリナで、私のはね、愛情を込めて調律してるんですよ。調律してからピアノに来たかったわけで、ね、だからオカリナやってる人がね、よく伴奏者からね、あんた音痴だね、音痴だねってすごく言われて傷ついてる人がいるのね。そうやって聞かれたこともあるわけ、ね、いやちょっと見ていただけませんか。で、じゃあ吹いてみたらね、あ、それあんたのせいじゃありません、それ楽器が悪いんですってもう一発ですよね。まあそんなことも、よくあります。だからオカリナってまだまだ楽器っていうよりおもちゃなのかもしれないね。まあそんなおもちゃがこんなに素敵な表現ができるんだよって喋ってたらあと10本しかないよね。さて、ちょっとまた、あ、ジブリ行きましょうね、いろいろね。